おい、そこの貴様、俺たちが見えているか。なぜ答えない。モニターのそっち側にいる間抜け面の貴様だ。まあいい、ここが未来ガジェット研究所だ。所属研究員を紹介しておこう。まずはラボメンナンバー0000。コスプレ作りが趣味の狂気のマッドサイエンティスト。俺はポーイ、オカリレー、オカリレー。そしてこれはラボメンナンバー0000666。テレポート可能な天才少女シーナ・ユマママユリ。ラボメンナンバー0000003。俺の読み、シークハカハシャイザル。以上、妄想流のシルがここですが、未来ガジェット研究所の目的は、よく聞け。そう、インテリジェンスコーンの変革による。わかったか、わかったか。では貴様の秘密をとっとと話すがいい。おそらく機関の幽霊、ちょっと天才エージェント、マキセクリス。私絶対ですか。なんだ誰だお前は。名前は、アネスだ。年は18。志望動機は、難関が好きだから。はいよ。なんこれはコントか。そういう意味は、俺はコーンだ。インテリジェンスコーンだ。コキョーンは、すまない、いつもセルスフィールドを頼む。いや機関納豆のための僕控え機にな。ゆえにインテリジェンスコーンを生み出すことだ。お待たせにゃんにゃん、ご主人様。世界がやばい、来た。あなたのバナナ。そうか、これはサインズゲートの選択。また始まって中二病。邪魔でスーパーハカ。声も仕草も女にしか見えない。女より女らしい美少女だが男だ。肉服だ、似合っている美少女だが男だ。